元二世紀末、五漢王朝は終焉の時を迎えようとしていた。民衆蜂起である黄巾の乱を皮切りに戦乱の世が始まったのである。そんな中、天下の諸侯の中で突出した力を示したのが董卓であった。董卓は漢安撲滅の動乱に乗じ、宮中に入ると暴虐と戦王を極めた。これに対し諸侯は連合軍を結成、打倒董卓へと動き出す。その軍友の中に大志を抱く曹操と、それを支える破光豚の姿があった。この孔融、孔子の血を引く者として董卓の暴挙は見過ごせぬ。俺は頼もしい。だが我が軍が誇る白馬義獣も遅れは取らんぞ。諸侯が集まってこき脅しの応酬とはな。くだらん。毛徳、お前が組みする価値があるのか。まずは天下に宋毛徳の名を知らしめ、それで十分。それもお前たちの働き次第だからな。頼むぞ、加工とも。言われるまでもない。お前の道はこの加工現状が切り開く。現状が制したぞ。敵将、加工現状が討ち取った。敵将、加工現状が討ち取った。素晴らしい戦ぶり。よし、我らも武名を上げるぞ。ゴリとは切符の言うか丈夫の言うか、このわしが確かめてくれる。敵将、加工現状が討ち取った。
過去を賢者が討ち取った。おお、よくやってくれた。見事だ、過去尊よ。トリトは切符の言うか丈夫の言うか、このわしが確かめてくれる。過去を賢者が討ち取った。艦の都を守る堅牢なる手で、そうか、この手で攻めることになろうとは。しかしこれをなさずして艦室は守れん。艦の中心たち、力を合わせ突破するのだ。敵将、過去を賢者が討ち取った。我が自虐に勝てるだろう、神田原一帯は。過去を賢者が討ち取った。よし、我らも武名を上げるぞ。この拠点、過去を賢者が制したぞ。私の知略に勝てるとお思いか。敵将、過去を賢者が討ち取った。よくやってくれた。私もお前の働きに習うとしよう。
しが相手だ。この首もらい受けるぞ。敵将加工健丈が討ち取った。私も舐められたものなら、敵将加工健丈が討ち取った。敵将加工健丈が討ち取った。この任せとは、下手くそな戦じゃのう。貴様ごときがわしを倒せると思うのか。敵将加工健丈が討ち取った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 。よくよ、何をグズグズしておる。さっさとわしを守らんか。おお、覚えておれ。わしの野望はまだ終わってはおらん。敵将加工健丈が討ち取った。皆よくぞ戦った。我らの勝利である。十分な戦果だ。